聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーション、えー、ロサンゼルスの方で私はもう15年ぐらいですねあちらで住んでます、えー、19歳の時に出てきてえ計算合おうかなああ,あ,あ大丈夫うん <laughs> 出てきてそして、えー、大学に行ってそして 6年ぐらい前ですね2000年の時にハブスタイムの USA での働きを始めましたでロサンゼルスそしてハワイそしてニューヨークで、えー、ハブスタイムの放送をしていますけれどもとっても祝されてますでやっぱりアメリカっていう土地は日本人がやっぱり渡っていって住むには特殊なところですねで感じるのはアメリカに行くとすごくね、まあ、こういう言い方を伝わるんですけども伝導がね簡単なんですよ この間もね3ヶ月、3週間ぐらいしか経ってないね、あの来たばっかりの留学生の子が二人でね、お友達でね、イエス様を信じますってお祈りしたんですよ。え信じるの本当にいいのって感じで、ね、もうね、簡単にね、心が開かれて、そしてイエス様を信じるってね、素直に受け取れる、そういうね、場所がアメリカです。なぜかなって考えたときに、やっぱりね、 あの行った時に文化が違うので今までの生き方とか今までの価値観とかねいろいろな当たり前だと思ってたらこれ全部、ね、覆されるわけですよその中で神様についてとかね自分の命について人生についてとかも新しいことを、ね、考えるチャンスをもらってるんじゃないかなと思うんですねそしてさらにハブスタイムの働きとして嬉しいのは日本語の、ね、放送が少ないんですよ 大体ね、えー、月曜日から金曜日までは、えー、朝1時間とか、ね、夜1時間ぐらいあっても2時間ぐらいの日本語放送しかないんですでで土曜日日曜日ちょっと増えて、まあ、56時間ぐらいかなそれでもで大体多くて2チャンネルほ,ほとんどまあ1チャンネルぐらいしかやってないわけですねでハーブスタイムは今特にロサンゼルスの時間がいいんですけど、えー、ロサンゼルスは夜10時に放送してますけどもその時間はね日本語のおテレビをアメリカで見ようと思ったら ハーベスタイムしかそのカリフォルニア、ロサンゼルスでね、放送されてないんです。っていうことはね、日本語でテレビ見てる人の視聴率は100%取ってるんです。<laughs> ね、競争相手いないからあれなんだけど、でもね、100%ってやっぱりすごいことなんですよ。それだけね、もう嫌な人は切りますよ、でもね、日本語でやってるっていうだけで、つまんない番組見ちゃうんですよ、アメリカだと。 僕もね、これ日本でやったら絶対見ないっていうような番組をねなんか見ちゃうわけねでハーブスタインも最初はねいや嫌がって切る人も結構いるみたいなんですけどあの見るようになっちゃう時があるみたい例えばテーマでねおっとちょっとこれ気になるテーマとかありますでしょでね見てね最後の方まで見ちゃうと中川先生の3つのポイントのメッセージ出てきてなこの人なかなかいいこと言ってるじゃないかって気づいちゃうのねで,で、だんだんね毎週見るようになってきて最初はね あの宗教で嫌だって言ってた人がそのうちね毎週楽しみになって見るようになりそしてだんだんそのメッセージが本当にね自分のものとして受け取れるようになりねそして教会に行って洗礼を受けて今、教会につながっている人はもう何人もいますこれはね本当にもう神様がしてくださっている祝福だなと思いますで私が一番嬉しいのはそういうふうにしてね半年1年 23年番組を見続けた人がついに勇気を出してね電話をかけてくださる時です私たちはねあのー、教会の CM をやっていてそしてお近くの教会を紹介しますから教会に行きたい方はお電話くださいっていう CM をやってるんですねそれを見て電話をかけてくださるんですでその方々を教会につなげるのが一番嬉しいですねそそししててのの方々に今してるのは 教会を昔はねただ紹介してただけだったんですけど、ね、だい大体牧師先生とつなげてってしてたんですけどもあの人を紹介するようになりました最近でこれはね大きいんですで皆さんもね分かると思いますけど伝道っていうのはねなんていうのかなシステムとかねこう団体とかねやり方とかそういうのじゃなくてやっぱりね一人一人との個人的な関係なんですよで教会にに行った時に お友達と呼べる人がいるかいないかによってその教会に行き続けるか行き続けないかを選ぶんです特にね、教会に行き始めた人はで3週間も4週間も行ってるのにねあーってちょっと挨拶するだけでお友達ができなかったらねやっぱり行くのをめげますよ。ね、でも 教会に行った時に最初からね迎えてくださりお友達がいて礼拝終わった後も一緒にちょっといや昼食でもいかがですかとか言って誘ってくれてねいろいろお話をできるお友達が教会にいるとそれだけでね教会行くのが楽しみになるんですですから私が今教会を紹介する時はそれぞれの教会にやっぱりそんな数が多くないのでだいたい知ってるんですで教会行った時ね見てるんです 私はゲストとして教会に行きますでしょそうするとね、ゲストを迎えるのが上手な人ってやっぱいるんですね。私ゲストだからわかるのね、一番。で、大体そうしてう目つけたくのね、あ、あの人だなと思ってね。で、近くの教会を紹介するときに、あ、あの人がいたなと思ってその人に電話をして直接お願いするんです。で、その方から連絡をしていただいて、そして教会に行くようにしています。そうするとね、今のところ 100%2 周目から 大体4週ぐらいまで確認してるのね4週間は100%ですよ1人も逃さずに4週間続けてきてくれましたその後までねフォローしてないから分かんないですけどもこれはね大きいですよ、ね、もう何年もかけてね教会まで行こうと思った人がやっとの思いで来るんですよ教会って皆さんにの教会に来る一人一人もそうですよ、ね、そんな簡単に教会って来ないんですよ来た時っていうのは大切なんですよその方をね ちゃんと教会で受け止め、それはね、教会で受け止めというより、皆さん一人一人ですよ、一人一人が声をかけ、そしてお友達としてお迎えして、そして関係を築いていくね、その中で皆さんが教会の中でね、イエス様に出会っていく、その準備がね、それが始められるわけですね、ですから、ロサンゼルスでもそういうふうにして、100%これ成功してるんですよ、そういうこと、そう簡単にないですよ。ね、ですからぜひ ロサンゼルスで知っているように皆さんもね、教会でどなたかをお迎えするときにそういう意識を持ってね、お迎えしていただけたら、これ100%いけますよ、今のところね、かなりの確率ですよ、でもおと日い、ね、数人落ちたとしても、かなりの確率で教会に残ってくださるようになると思います、ぜひね、それは今回お伝えしたいなと思って、えー、きました、えー、あと、ロサンゼルスの方はですね、とニューヨーク、ハワイは、うん、経済的にね、大変な戦いです。 今も、ね、実は大変なんですよでここのね大阪でもまあどこの地域でもロサンゼルスでも、ね、関東の方でも毎週放送してるとまあねハブスタイム流れるのが当たり前になってくるんですよまあ,あ今週も流れてるなってでもねやってる側は一番よくわかるのはこれね毎週できてるってこと自体がね奇跡なんですよこれ、ね、そうできるもんじゃないんですよ でロサンゼルスの放送なんてねあの毎月毎月払ってるお金ねすごい金額ですよでどうやって払うのかなような金額ですけれどもでもねそれを神様がしなさいって言われたことには神様にやっぱり必要なものを全部ね与えてくださるんですねですから皆さんが見てるハブスタイムを ぜひ、ね、当たり前だと思わずにこれ毎週毎週されていることがもう神様からの祝福なんだということを、ね、ぜひ理解していただきそしてまたハースタイムのが放送が、ね、続けられるようにぜひお祈りとまたご支援を、ね、ぜひよろしくお願いしたいと思いますで今回は、えー、日本に来て皆さんにメッセージをするんですけど、まあ、年に1回また2年に1回ぐらい来ますのでもうね 今、私が持ってるすべての良いものもここで全部出していこうと思います。毎週話していると、ね、全部ネタを出しちゃうと次の週話すことないから困るのかな <laughs> と思うんですけどもうねこうめったに合わないんで皆さんにもう全力を出して持てるものを全部出していこうと思いますのでぜひ、ね、皆さん受け取っていただきたいと思います。で今回、ね、お話しするのはとっても大きな話をしたいと思います。 で最近ね、やっとここね、私、数ヶ月と言ってもいいかな、この聖書の、ね、メッセージの中の福音ってありますでしょ、それが私の中でいろんな要素がありますでしょ、福音のメッセージの中でも、例えばね、イエス様の十字架に許しとかね、また、えーそうですね、天国に行くこととかね、また私たちが弟子として神様に従,イエス様に従っていくこととかね、まあ、いろんなことがあるわけじゃないですか。 聖書の中で教えられてることねそれがねなんかバラバラになってたような気がした自分の中ででもね実は福音のメッセージっていうのはこう、ね、そのパーツが全部つながってね大きな綺麗なねこうパズルが出来上がった時のように大きなね絵があるんですよでそれを、ね、例えて言うならね私最近、あのー、中島プロのね テレビ番組出たりしてますで,しょであのロサンゼルスのサ,フサクラメントっていうカリフォルニアのところにあるんですけどそこであのハブスタイムの働きを支えるためにゴルフトーナメントをねしてくださったりしてるんで,でゴルフ最近凝り出してるんですよでよく勉強しながら、ね、やってるのねでゴルフっていうのはね人生なんですよあれあのねやってると人生でこう学ぶべきようなことがねそのゴルフの中にこう集約されてるんですね でこの福音の、ね、理解が全体を捉えなくちゃいけないっていうのもゴルフですごくよくがかるんです、ゴルフっていうのは、ね、こういろいろな大切なことがある、例えばゴルフクラブを持つときのグリップっていうのは、ね、どういうふうに手を持つか、これすごく大切なんですよ、ちゃんとしっかり持ち,た持ち方しないと振れないのね、あとね、テイクバックっていうのを後ろに、ね、振る前にこう上げる、あるでしょこれちょっと、ね、どこに上げるか全然違うんですよ、下ろしてくるときも、ね、どういうタイミングで降りてくるかっていうのはすごい大切なのね。 でこれ一つ一つが、ね、できててもこれがね一個のスイングとして、ね、まとまりが出てこないと意味がないんですよ。どんなにグリップが上手な人でもそれがねプロより上手でもそれがねちゃんとつながってこなくったらね意味が出てこないんですよ。それと同じように福音の理解もねバラバラにね理解してると 全体のね、本当の意味でのね、福音のメッセージのパワフルな力がね、湧いてこないんだと思うんですね。で、それがね、やっと自分の中で、こう、今までバラバラになってもががってきたような気がして、そしたらね、分かるんですよ、いろんなことが。でね、聖書を読んでても、なんだ、こういうことをね、言ってたんだっていうのがね、分かるようになってきました。ですから、今日ね、皆さんとちょっとね、目を上げて、大きな、 福音のメッセージを聖書のねメッセージを見たいと思いますで今の私の理解の中で一番もうズームをバックにして広く私が見えている福音を理解しようとした時に出てくるコンセプトが「悔い改めなさい天の御国が近づいたから」っていうメッセージですこの福音のメッセージは神の国のメッセージですね で福音書の中の「神の国の福音」っていうふうに言われるのね「神の国」これがね福音のね一番大きな絵ですよ。で私たちが今ねこの地上を歩んでいる時またこれからね最終的にどこに行くかっていうことを考えた時に私たちはね神の国の完成されたそのね神の国の完成に向かって生きてるんです。 皆さんがね信仰の歩みをしているきに最終的なゴールが分かっていなかったら今どういうふうに歩むかということは見えてきませんでもね最終的なゴールが見えたときに私たちはね今どういうふうに生きるべきか今自分がどこにいるのかそして今学んでいることがどういう意味があるのかっていう本当の意味がね見えてくるようになりますで私が最近いろんな方とお話しして いつも、ね、どうしてもここにたどり着いてしまうそして開く聖書の箇所があるんですそれをまずね皆さんと一緒に見たいと思いますそれがね黙示録の21章もしない方はねあの開かなくてある方はね聖書を一番ボーンと後ろまで行って数ページめくればいいだけですもう聖,聖書の一番最後の最後のまとめの部分ですねこれがねそれが黙示録の21章の 1>, 1節から4節のところを今読みたいと思いますここにね神の国の完成された最,最後の最後の図がここに描かれてるんですちょっと読んでみますね「また私は新しい天と新しい地とを見た」「以前の天と以前の地は過ぎ去りもはや海もない」「私はまた聖なる都新しいエルサレムが 夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元を出て天から下ってくるのを見たその時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた「三よ神の幕屋が人と共にある神は彼らと共に住み彼らはその民となるまた神ご自身が彼らと共におられて彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる」。 もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもないなぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるって書いてある皆さんこの箇所読んだことありますあるあるあよかったよかったもしねあんまこの箇所知らなかったらぜひ読んでみてください特に黙示録の、ね、21章とその先のところ、ね、読むと私たちの最終的なゴールが出てくるんですよで皆さんね天の御国って 天国って言ったときになんかふわふわっとしたねこうよくわからない霊的な世界を、ね、思い浮かべている方がね多いんじゃないかと思うんですけど私たちのね信仰はね復活の信仰です体のよみがえりの信仰ですイエス様はよみがえられたときに体を持っておられましたそれは今まで持ってた体とは違うんです栄光の体と呼ばれる体ですねでまた他の箇所にはね 天にあるものを素材を使って作られた体って表現されている。それが具体的にどういうものなのかよくわからないけれども、今の体は地の塵を取って作ったって方でしょ、創世紀にね。それとは違うんです、素材が。天にある何かの要素を取って、それが材料になって作られた。そういうね、新しい体を与えられて復活するというのが私たちの信仰です。そしてその復活の体を持って最終的に行くのが、ここです。 新しい天と新しい地が作られるって書いてある神様がねこの天と地を作られた神様がもう一度私たちが住むべき新しい天と新しい地を想像してくださるんですそこに私たちは向かってるんですよ、ね、そしてこの神の国の完成の新しい天と新しい地のこの都ねこの都はね エルサレムって呼ばれるんですよもう一度、ね、エルサレムっってやっぱ大切なのねずっとエルサレムはイエス様の王として君臨されるその都ですよエルサレムっていうのはねそしてそのエルサレムの町はどんな風な街かっていうとまずね一番大切なとこは人と神が共に住むという世界だっていうことです、ね、神の国というのは人と神が共に住む ね、それが一つ目のポイント二つ目のポイントはその中で神がその民がね神様の栄光を受ける場所であるっていうこと皆さんね聖書を見ていくと神様の御臨在のあるところにいつも神様の栄光が満ち溢れてます神様に触れた人は神様の栄光に 神様の栄光っていうのはねもう神様のご性質の、ね、素晴らしいもう神様の存在そのものはねもう良いものの塊みたいな方ですよその良いものがねもう満ち溢れて出てくるそれをね光で表現するんですよそしてね「旧約聖書」自体の神様の栄光が現れる「社会なグローリー」っていうでしょ中川先生のメッセージよく出てくるでしょそれはね光とかね雲とかね あの大きな雷のようなものだったりねそういう形で見える形で、ね、光としてこう溢れ出るわけですねそしてその中で神様のご性質の素晴らしさに神様の栄光に触れていく、ね、それが神の国ですよ、ね、そしてその神様の栄光に触れ神様の素晴らしさを体験した人がそこで最終的な目的はね 神様を褒めたたえるるようになるんです天の御国に行って神の国で私たちがすることは神様に出会い共に住みそして神様の栄光を受けそしてね神様を栄光を褒めたたえるものとしてそこで神様と共に過ごすんですね神の国が作られる目的は神様の栄光が褒めたたえられるためです ね、ゴールは私たちの頂い,いている福音の最終的にたどり着くゴールはこの新しい点新しい地で神の国が完成させられることです、ね、そしてそのゴールの目的ゴールと目的って違うの分かりますね最終的にたどり着くところは神の国の完成その神の国の完成によって何をしようとしているのかって言ったら神様の栄光が褒めたたえられるために こすべてのことがねすべての福音のメッセージが私たちに与えられてるんです、ね、この中を見るとねすごいことが書いてあるんですよこれね3節のところもう一回読みますねそこにね「見よ神の幕屋が人と共にある」って書いてある神の幕屋って何でしょうこれねイエス様のことを示してるね旧約聖書の 勉強した人は分かるのね旧約聖書で幕屋というのは新約に入った時にそれはね幕屋というのはイエス様の影のようなものだ予言的なものなんですよ、ね、そういうふうに新約聖書では理解するわけですねでそれねほんとその通りなんですよでここに来るとねもうねイエス様の名前を幕屋って呼んじゃってるのだ幕屋っていうのはもうイエス様そのものなんですね本当にね そして、幕屋の存在っていうのは、やっぱりね、イスラエルの民の間に、神が共に住んでくださった。そして、そこに神様の栄光がね、まだ死聖所の奥で隠されてたんですよ。神様の栄光にまだ触れられる状態じゃなかったから。でも、その中に神様の臨在と神様の栄光が、もうあったんですよ。ね。それが幕屋ですよ。その実態がね、来られて、イエス様が今度、幕屋のもう建物はいらない。 神殿もいらない、幕屋もいらない、イエス様ご自身がもう幕屋なんです。そして、この箇所の後を読んでいくとね、ここの場所に、ね、太陽がないって書いてあるんですよ、太陽がないの、でどうするんだろう、暗いのかなそんなことないんですよ、なんで明るいかって言ったらね、すごいんですよこれ、イエス様の栄光の光で、その街が照らされてるって書いてある。 すごいですよ、これ。今までね、わかるし、聖女の中で、奥の奥で、誰も見ることが許されなかった神の栄光が、今度ね、もう街に満ち溢れてるんですよ。神様の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさ、その栄光の中で、その民が一緒に暮らしてるんですよ。すごい世界に私たちは向かおうとしてる。私たちはね、 信じられないような恵みの祝福の福音をいただいているんです私ね今日ティッシュが必要だなどうなたかあここにいいものがおしぼりが用意したらよかったよくね泣くつもりがなくてこーダー上がるんですけどいつも泣いてねあの家内に怒られるいつもティッシュ用意しときなさいよって言われるんですけど。 私たちはねすごいところに向かってるんですよ。ね。それで私たちはそこでねイエス様と出会うんですね。私たちはその中で3つのポイントでねもう一度細かくねこの神の国にいる入るということをねちょっと見ていきたいと思うんですけどもまずね私たちが。 神様と共に住むようになるというプロセスがあります。これがね、神の国に私たちが入る最初のステップですね。これをね、他の言葉で神聖というふうにも表現できますね。私たちがイエス・キリストの十字架が私たちのためだったんだということを知り、そしてそれを自分のものとして受け取ったときに私たちにね、神様のもとに帰るその権利が与えられます。その特権が 与えられますねでねこの神の国の全てはね愛の法則によって動いてます、ね、この神の国の福音を動かすの動かす原動力は全て愛ですでこのスタートの部分もやっぱりねイエス様の愛によって始められたんですね で私たちが聖書の中で一番大切だよこれを一番大切にしなさいって言われているものは何ですかそれは神を愛しなさいという命令でしょ、ね、で私たちがねこの神の国を体験していく時にこの原動力になっている部分を知らなかったら本当の意味でね福音の意味わからないですよ、ね、で私がね 最近ねこの神の愛というのはどういうものかということを分かってたようで説明できなかったんだけどもこういう説明ができるというのを、ね、発見したんですよで今回ね日本に来るには来るためにねこのメッセージを持って今日日本に行こうと思ってきましたそれを今から皆さんにお伝えしますね神の国の一番大切な原動力の愛の部分の理解ですでまずね皆さんに理解していただきたいのは 神様天のお父様とイエス様との関係がどういう関係か。で、ヨハネの福音書のね、あの開かなくても大丈夫ですけど、17章の十節の動画、こういう言葉があったんです。私のものは皆あなたのもの。ね。あなたのものは私のものです。って書いたで、これはね、イエス様が天のお父様に。 言ってる祈りの言葉なのねイエス様が自分が持ってるものは全部天の父様のものだよって言ってるで天の父様のものは全部私のものだよって言ってるんですでね気づいたんですこれがね究極的な神様の愛の形なんですイエス様はご自分が持たれてるものをすべてをご自分のもう存在すべてを 天の父様にも託しておられるそしてその天の父様に従ってられるイエス様にもすべてのものが天の父様から与えられてるんですねその間ですべてのものが共有されそこにね本当の真実の愛が成り立ってるねすごい愛ですよこの関係はねそして今度ねイエス様の 私たちに向けられた愛っていうのは今度どういう愛かっていうとね天のお父様とイエス様の関係はねお互いに成り立ってるでしょでもねそれフェアでしょ天のお父様とイエス様の間はねでもねイエス様を私たちにくださった愛はフェアじゃなかったんですそれはどうしてかっていうと一方的にイエス様の方が先に全てを投げ出してくださった私たちの方は まだ神様なんかいらない、ね。イエス様なんか神の子じゃない。私は自分勝手に生きるんだ。言ってたんですよ。その人たちに向かって完全な愛を示された。ね、それが十字架のメッセージですよ。それがイエス様の愛です。ね。その時に 私たちが神を愛するっていうことの意味が分かりました。その愛に応えるときに、皆さんはどう答えるべきですかそれはね、100%でしか答えられないんです。だっておかしいでしょ ?100% で全てを委ねて、全てを私たちに託してくださった方に、私たちが100%で答えなかったら、愛はつながらないんですよ。 そこに愛の関係は成り立たないんですよ。私たちが本気でね、イエス様に全てを捧げます。あなたに従います。言ったときに、初めて私たちが神様とつながるという体験をするんです。中途半端では神の国に入れないんです。イエス様はね、 どのようにしたら神の国に入りますか質問した人に金持ちの人がいたでしょうその人にすごい厳しいことを言ったように見えてた私にはそれは全財産を売り払ってねそしてあの貧しい人に分け与えてそれから私についてきなさいって言ったねでもね最近分かってきてそれはねイエス様が意地悪をしたとか厳しいことを言ったとかいうことじゃなくて仕組みの話をしてるんですよそうでないと成り立たないんです つながらないんだもんだって神様と私たちがイエス様とつながるのは私たちが愛によって応答した時に初めてつながるんですこれすごいでしょね神を愛するってことはどういうことですかって言われたらね私もはっきり説明できるようになったねこれねこの間アメリカでメッセージしながらね皆さんね「すごいねこれこれすごいね」<laughs> 自分のメッセージに感動してたんですけどこれ。<laughs> すごいんですよ、これ、本当に。ね、私たちは神を愛すると言ったときに、すべてを神様にお委ねすることが、神を本当に愛するということなんだ。ね、これでもう皆さん一生忘れないですよ。ぜひね、教えてください、このことを。もう自分が考えた、自分が聖書から読んでね、見つけたような顔して、もういろんな人に言ってください。ね、自分が発見したものとしてね。 多くくの人に語ってくださいでただね、一つ問題があるの。皆さんも分かると思うけど、そうは言われてもね、100%神様にすべてを委ねってね、人間の力じゃできないんです。やったことあります、皆さん。やろうとしたことある人間の力じゃできないなって分かるでしょねでね、そのことをイエス様は分かってたじゃんと。でイエス様はこの地上を去る前に 私たちを孤児として置いていかないで助け主を送るって言ったでしょそれがね精霊なる神様という方ですその方がね私たち必要なんですよ神様と共に住むためにはその方の助けが必要だったの愛の関係でイエス様とつながるためにはその方の助けが必要だったんです皆さんにはねイエス様を信じた時にその方がもううちに宿ってるんです その力をすでに皆さんは持ってるんです。そして、精霊なる神様が私たちのうちで働き、そして、その愛はね、体験した人はね、わかると思うのね、これ感覚的にね。自分の愛じゃないんですよ、もう。だって、ね、そんな風に神様を愛せるような愛を持ってなかったの知ってるから。それがね、なぜかでもあるんですよ、自分の中に。それが、 聖霊なる神様が私たちの家に宿ってくださり生きてそのね神様の栄光の光が湧き上がってくる水がねこう泉から水が湧き上がってくるように御霊の,の実がね愛喜び平安ってあるでしょあれが自然にね実がなってくるその体験ですよその時に私たちはイエス様に本気でね 心奥底からすべてを委ねますという告白ができますだって神様はそうしなさいって命令されたんですからそのために必要なものも神様を与えてくださったんですからねそういう告白がまだねできてないという方はこの中にいらっしゃるかもしれないこんなことできるのかなって思ってらっしゃる方もいるかもしれない聖書はねちゃんと約束してますよ、ね、だって命令してるんだもん神を愛しなさいって言われてるんだもん そのために必要なものは、そのために必要な力は神様を与えてくださいます。ある意味ね、だからね、皆さんが本気で献身をして、神様、あなたを愛します、全てを捧げますと言えた瞬間、奇跡が起こってるんです。超自然的なことが皆さんの中で起こってるんです。その時に神の国がまだ完成してないんだけれども、そこにね、もう神がいるんですよ、共に。 イエス様が共にいるんですよそしてそこに神様の栄光が満ちあふれてるんですよそして皆さんの口から神を褒めたかえることもあふれるんですそこにこの地上の神の国を体験することができるその世界を知ってる人は この木録のね、新しい点、新しい地、そしてイエス様がおられて、イエス様の栄光でその町が満ちてるといったときに、もう喜んで溢れてしょうがないですよ、楽しみでしょうがない。どんな世界だろうか。ね。皆さんの中でね、もしまだ。 この天の天御国に行くことが楽しみという世界がわからない方がいらっしゃったらもう一度ね自分が本当にね神様を愛しなさいと言われているこの命令が本当にね自分のうちで守れているかどうかそのことを本当に精霊なる神様の助けによってさせていただいているかどうか。 ね、吟味する必要があるかもしれません、ね、でもね本当にそういう世界があるんですよね神様の栄光が満ちあふれイエス様と共に住みそして神様を本当に褒めたたえるその世界を体験した人はこの地上のどんなところを歩んでいても揺るぎません 死の影の谷を歩むことがあっても全く揺るぎません、ね。だってゴールが見えてるんだもん。ある意味ね、ゴールをもうゴールに達しちゃってるわけ。もうすでに味見だけどね、体験してるのよ。ね、そういう人がね、豊かな実を結ぶって書いてある。聖書に。ぶどうの木の例えあるでしょあれはね、 今話したことを、イエス様が分かりやすく言ってくれたの、ね。あの前後に愛の言葉のメッセージね、いっぱい出てくるでしょ、今日のメッセージもね、だいたいこれね、もっとスタディーしたい人は、ヨハネの福音書の14から17ぐらい、あの辺ですよ、ずっとね、そのメッセージが続いてくるのね、その中から、それをまとめてね、今お話し,しててるようなところです、この今日のメッセージはね。 今まであのブドウの木のメッセージ聞いてたけども本当の意味でね私も分かってなかったなと思うのねそれはねその愛によってつながるっていう部分が分かってなかったからクリアになってなかったからねだからね分かっているようででも本当に実がなっているのかな、もうなってないのかなってね思ってたでも、ねつながったら本当に実がなるんですよ自然になるんですよでね皆さん、クリスチャンとして 成長して変わっていくその原則もこれと同じですよ皆さんはこういうふうに生きなくちゃいけない立派なクリスチャンを見て私はああいうふうにならなくちゃいけないと思って努力して聖書勉強一生懸命して教会に毎週通って月例会に毎月通って何かを積み立てるようにして成長するんじゃないんですよ神と共にいるという世界を体験し 神のの栄光を体験すする世界の中でで人は変えられていくんですこれね、多くのクリスチャン間違ってるの、ね。だって、栄光から栄光へとね、神の栄光を反射しながらね、人は変えられていくって書いてあるじゃない、聖書に、ねそ。その方法しかないんですよ、人間が本当の意味で本質的に変えられていくのは。上辺だけはね、ちょっとできるかもしれないよ。 でもね、それは聖書が教える福音の本当の素晴らしいメッセージとはかけ離れてますよ。だって地上のいろんな宗教だってそういうことはできるじゃない。ね。本物を皆さんは自分のものにしてください。ね。そして、じゃあ私たちはこの大きなね、福音のメッセージを捉えて、じゃあ私たちは何を今日するべきなのか。最後の3つのポイントいきたいと思いますね。まずね、もうさっきからずっと言っていた。 神様の前に自分を献身するということです。自分を捧げるということです。そして、これはね、5年前に本当に神様に触れる体験をして、私はあの時自分を捧げたんだっていうのを振り返って生きてるんじゃダメなんですよ。ね。この勝負は毎日来ます。今日私はイエス様に自分を捧げて生きるかどうか。 毎日毎日の戦いです。だからね、言ってみるならね、今日初めてイエス様を信じます。イエス様に従って100%あなたに委ねて生きていきます。と決心した人と、30年間ね、今までずっと毎日クリスチャンとして生きてきた人と、今日、どういうふうに生きるかという点においては、同じスタートラインに立ってるんです。何の変わりもないんですよ。ね。ですから、救われるのは1回です。 その時に永遠の命が確実に与えられますでも神様につながりそして成長していくのはプロセスですこれを成果っていいますね私たちが神様に触れられそして清められて変えられていくんですよねこれはプロセスです日々の積み重ねですその中で私たちは神様からの豊かな、ね、栄光の中で豊かな恵みをいただきながら 喜びに満ち溢れて、ね、歩むことができるそれがね、福音のメッセージですよ、ね。そして2つ目、この中でね、苦しみの問題、ね、悲しみ、自分の人生の中でね、いろんなこう痛みがあるという人がね、おられるかもしれない。で私はね、いろいろな課題があるんです、いろんなあの霊的なことに関してもテーマがあるでしょ。 全部は、ね、やっぱり一つの塊の中のパーツとしてねこう入ってこないとおかしいと思うんですよバラバラにあるもんじゃないからねでその中で痛みっていうものが全体の中でどこに来るのかっていうのをねすごく考えさせられた時がありましたでねこれ昨日言うつもりじゃなくて言ったからねもう大阪に来ても言わないと、ね、あいけないと思ってもうメッセージの中に入れたんですけど皆さん痛みって悪いものだと思います ね、マイナスなイメージですよね。で私の中では、痛みっていうのは取り除かなくちゃいけないものというふうに捉えてました。でも、よく考えてったら、そうでないことに気づいたんです。でなぜかっていうとね、イエス様という方を見たときに、イエス様は痛まれた方です。ね、そして今も痛んでおられる方です。そうでしょ 神様がご自分の性質の中にそれを取り入れることができるものであるとしたらそれはね悪いものじゃないんですよ。ねそれに気づいた時に私はねこれ大きな何て言うのかな人を助けるねメッセージをいただきましたそれはね傷んでる人に対して「あなたはそのまんまでいいんですよ」 という言葉をかけられるようになりました。過去に受けた、ね、痛みをずっと持ちながら、それが取れないからね、私は何かおかしいんだ、クリスチャンになったのに、なんでまだ痛んでるんだ、私はクリスチャンとして足りないんだとね、思っている人がいるかもしれない。そうじゃないんですよ。ね、痛みは持ってていいんです。イエス様をも持っていた。それでね イエス様との本当の愛の関係ができたときに私のものはイエス様のものイエス様のものは私のものという関係になるでしょ、ね、そうするとね神様の栄光の素晴らしさだけじゃなくて私たちの痛みもイエス様がね私のものといって受け取ってくださるんです皆さんは一人で痛まなくていい イエス様が共にいたんでくださるそれがイエス様と共にいるという世界ですでもね痛みがあると急にね人への憎しみとかね恨みとかね苦い思いが湧き上がってくるときがある、ね、でもそれはね痛みそのものじゃないんですよ 痛みに対すする次のステップなんで,すで何が問題かなって考えたらね結局ね基本同じなんです私たちは毎日毎日生きていく中でイエス様につながりそして精霊に満たされていきなさいね、書いてあるでしょ見た目によっていきなさいって書いてあるでしょもし私たちが見た目によって生きてない時に痛みを感じると一気に肉の方に引き込まれます そして苦い思いや人を恨んだりとかするようになりますそこをね罪を犯さずに通り抜ける方法は唯一イエス様と共にそこを悼むということですでこのことをね理解したのは実はね聖書の学びが先じゃなくて体験が先でしたそれから聖書を読んであ,あそうだこういうことだったっていうのは分かりましたでどういう体験だったかっていうとね 私りししのの祈りをしてた時があるの一度でそれは今までの中で一番激しいというかね一番大変な取りなしの祈りでしたで私が祈ってたのは特にね日本の教会のため日本人の教会のためにね祈ってる時にイエス様がねどれだけ教会の足りなさね教会が本当受けるべき祝福を受けずに苦しんでる姿を見て悲しいでおらゆる。 それを体験させてもらいました,痛かったですもうね、うわうわん泣きながら祈りました。それは私はね、そんなふうに見てないんですよ、教会を。だから明らかに自分の感情じゃないし、自分の思いじゃないのね、もう外から来たものだっていうの分かる異若のなものだから。それを体験したときに、こんなにイエス様が悼まれてるのか、分かりました。でもね、その祈りが終わった後に不思議なことを その後にねあったかいものが残った愛があったそこに、ね、平安もあるのそこにでもっと欲しいのはね喜びもあるのねなんかで分かったのはねイエス様という方はそういうね神様のもう栄光に満ちあふれた方でそして痛みさえもその全体の中でねバランスを崩さずに一緒にね 存在してるんんですよなんて言ったらいいか分かんないけどねそれがねそれがね私たちがイエス様と共に痛みをそれは自分の痛みを、ね、体験する時も愛の中にあり平安の中に痛みの中にありながらも喜びさえも持ちながらその痛みの中を通ることができる。 これは奇跡ですよ。普通の人間ができる技じゃないですよ、これ。でもそれが見た目に寄って生きなさいという生き方です。もし皆さんが見た目に寄って生きてなかったら、傷が来た時にすぐにわかります。それは肉の方にパッと行くのが明らかに出てくるからね。テストされるようなもんです。普段からだからね、痛みがない時も問題がない時も、いつも見た目に寄って生きていなくちゃいけないんですよ。ね。でもそれがね、よくわかんないの、普段は。 表に表面化してこないからでも痛みを持っている人は、ね、いつもテストされているようなもんですですからその人はつらいですけれども私はねそれある意味祝福だと思いますなぜかっていうとそういう人はイエス様と歩むことを知ってるからねそれしか生きる方法ないんですもんその人つらいけれども神様と生きるというそのね祝福をいただいてますそういう人 それが、ね、イエス様と共に痛むという世界ですね、これもだから、イエス様を愛し、イエス様につながっているというところで、全部ね、解決されていくんですね。そして最後、私たちはこんな素晴らしい福音をいただいてね、でも私たち、黙ってないんですよ。私たちはこのことをね、世界に出ていって伝えるものとされてね、立てられてます。 こんないいものを持ってて伝えなかったらもう黙れって言われても黙ら、もう話さなくちゃいられないっていうようなね、それがクリスチャンの本当の伝道ですよ。伝道しなくちゃいけないよって言われて、ああ、そうだなしなくちゃいけないなと思ってね、するのが本当の伝道じゃないと思います、私は。喜びを体験してもこれ伝えたくてしょうがないんだっていう力に満ち溢れて出ていくのが本当の伝道の力だと思います。ね。そして私たちは それと同時にね、イエス様が悲しまれた、イエス様はね、この滅びゆく日本のね、魂を見ながら、どれだけ心を痛められてるか、その痛みを、私のものはイエス様のもの、イエス様の痛みも私のものとして言うだけじゃないですよ、受け取れた時きに、ね、体験として受け取れた時に、 宣教すする力が湧いてきます何のためにしているか分かるからねイエス様の思いが分かるから皆さんのうちにねイエス様が住んでくださるっていうのはね皆さんのうちにイエス様の心があるって書いてある聖書に皆さんのうちにイエス様の心をね体験するようになるんですよイエス様が感じたのと同じ感じ方を体験としてするようになるんですよ 聖書の中に、ね、隣にいる人いるでしょその人の心の中で感じていることは隣にいる人はどうやってわかるだろうかって言ってるんですよどんなにね親しい私の家内だったとしてどんなに説明してくれて同じ立場にねずっと一緒にいて横にいてあげたとしても本当の意味で彼女はどういうふうに感じているかということは想像しかできません人間と人間との関係というのはそういうもんなんですよ でも神様とイエス様と私たちの関係っていうのは人間と人間との関係よりももっともっと深いものですなぜかっていうとねイエス様の心がそのまんま体験として私たちのうちに宿るからです、ね、その思いをイエス様の心を持った人が伝道に出ていった時に本物の伝道ができるはずです是非ね 皆さんは本物の福音を自分のものにしてください、ね。今まで一部分しか見えてなかった方がいらっしゃったら全体像に目を向けてください。そして最終的にはやっぱりねもう一度戻りますよ。神を愛するという世界を体験してください。祈り求めてください。これねすぐわからないかもしれない。 何年もかかるかもしれないけれども、方向性はこれだということを今日、しっかりと確認してください。間違った方向に向かって一生懸命努力してもね、進まないんですよ。でもね、進む方向が分かって進んでたら、ちゃんと前に進んでいきます。ね。イエス様を愛するということを体験として、本当に100%自分を委ねるということを私したいんだっていうね、その思いを持って前進してください。 ある方はね、今日この場で祈ってそのことを体験させてもらえる方もいらっしゃいます。絶対います、ね。ある方は時間がかかるかもしれない。ある方はね、自分の中でまだ処理しなくちゃいけない問題があって、それを取り除かなくちゃいけないかもしれない。でもね、みんな同じですよ。クリスチャンとして、本当にイエス様に繋がって豊かな身を結ぶためには、この道しかありません。イエス様を通してでしか、 天のお父様の神の国に入ることできないんですよ。他の道はない。ね、そして、イエス様を愛することしか私たちはできないんですね。で最後にね、付け加えたいのは、この神の国に入ったときに、神様がいるでしょそしてね、そこにいるのはね、民がいるんですよ。民がいる。で、西洋的なね、福音のメッセージを聞いた,聞いた人は、やっぱりね、 個人的な神様とのの関係っていうのはすごく重視されるでしょそれはすすごく大切なんですでもそれとバランスをとって神様が私たちを見られる時に民として天の御国に迎え入れてくださるということがとっても大切ですでイスラエルの民も神様が民として選ばれたでしょそして私たちのこの福音のね歴史の中での展開をイエス様は 天の父様はイスラエルを通してしてくださったでしょう。そして私たちはそのイスラエルのために後から加えられるんですよ。そして私たちは民としてそこに集うようになる。ね。神様が来られて、そして民がいるんですよ。その民がね、神様との関係が良くても、隣同士でこう喧嘩してたら、神の国としておかしいでしょね。そして、もう一つのね、そこでね、もう一つの大切な神様の命令。 神を愛しなさいっていうことに加えて、互いに愛し合いなさいってとが出てきたじゃないですか。それがね、神の国の完成の図に、ね、こうぴったり合ってきたんです、私の中で。つながったわけですよ。今まではなんかね、イエス様が愛されてる方を愛さなくちゃいけない。これも大切なポイントだと思うんです。それしか持ってなかったね。でも、もっとゴールの中の全体図の中で見たときに、ああ、そうか、神の国の完成のね、時を見ながら、 互いに愛し合いなさいということを捉えたときにあもっと広い目で、ね、もっと深い意味で互いに愛し合うということの意味が、ね、分かってくるなと思ったんですねそして互いに愛し合うということもやっぱりイエス様とまずつながっていない人は不可能ですそんなことね人間の力でできないんですよそれをイエス様は可能にしてくださったそういう福音を私たちは持ってますどうですか皆さん福音の理解が大きくなった ね、なったよかったアメリカからわざわざ来てよかった <laughs> じゃあね最後にちょっと音楽でもあの弾いていただいて祈りの時もしましょうねそれで祈りのポイントは神様にあなたを愛しますそして今日をあなたを愛するということは100%私にすべてを与えてくださった方に私も100% 自分の時間も持てるものも私の存在すべてをお捧げしてあなたを愛しますそのね祈りを一人一人する時間をしばらく持ちたいと思います最後に私が祈って閉じたいと思いますしばらく祈り時間を持ちたいと思いますメッセージステーションをお聞きくださりありがとうございますこののメッセージのアウトライン 聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございますまた最新情報をメールマガジンでお届けしていますホームページでメールマガジンにご登録ください